現在ネイチャー館では8月8日 CBD の日セールを記念して5日間限定で一部 CBD オイルと CBD カプセル最大80%オフのセールを開催中もちろんスペシャルクーポンコード Dave10 でさらに10%オフ8月12日火曜日までの限定価格この機会をお見逃しなく 私も愛用してますけどええー、ぜひともこの機会に、えー、80%オフのセールを使って、えー、安く、えー、ゲットしてくださいお待ちしていますこのコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします、えー、デイビーの気になったニュース今週も皆さんよろしくお願いします、えー、今週はですね アメリカの大統領選挙で、えー、民主党のカムラ・ハリス、えー、ミネソタの、えー、州知事、えー、確かティム・ワルツっていうのかなを選んだっていうニュースがちょっと気になったので、今日は紹介したいと思いますけど、えー、そのミネソタの州知事を選んだ。 まあその理由はよく分かりませんけどまあもともと峰里も最近あんまりあの州としてはいい動きをしてないというか暴動が起きたりとかいろいろあった州なんですけどまあそのあんまりそんなえ人気があるような人ではないティム・ワルツをなぜ選んだのかえまあ後ほどあの えー、世論調査もチェックしたいと思いますけどそんなにあのトランプにあの差をつけたわけじゃなくそんなにあの世論調査でもティーム・ワルツが良かったのかなというふうには思いませんけどまあとにかくティーム・ワルツ、えー、カマラ・ハリス対トランプになるわけですけど、えー、そんな中 えー、なぜこの人を選んだのか、まあ結果がどうなるか、まだ分かりませんけど、えー、どういうふうにカマラ・ハリスに、えー、有利に動くのかどうかっていうのは、ちょっと怪しいところがありますね。えー、そんなわけで、えー、トランプ対、えー、カマラ・ハリス、えー、どうなることやら、えー、ちょっと興味深くなってまいりました。はい えー、そんな中ですね、うん、カムラ・ハリスはなぜ本この、えー、ワルツを選んだのかっていうのがきちんとは見えてこないっていうところはありますけど、うんはい、まあでも中西部では一応なんか人気があるみたいなのでまああのミネソダ州とかウィスコンシン州イリノイ州とか、えー、世論調査で。 意外と接戦になっている州がありましてまあそこをこの、えー、ティーム・ワルツのおかげであのカンバナハイリスがもしかして取れるんじゃないかみたいな、えー、そういうニュースも出ていますけど果たしてそう簡単に、えー、うまくあその州を取ることができるのか、えー、その辺はまだね様子を見てみないと分かりませんけど。 えー、今のところそんな状況で、えー、まあカマラ・ハリスが、えー、ちょっとあの知名度を上げたのかどうかっていうのは分かりませんけどワルツさんんってどういうい人なんですかまあもう60歳の結構保守的な男らしいですねはいあの一応なんか中国で先生もしたことある経験を持ってたりとか してるまあ軍隊にも、えー、長年入っていてですねまあどちらかというと保守的な人間じゃないかなっていうふうに、えー、イメージされます、はい、さんが選あまあ、まあ、基本的に本人が直接選んだのではないと思いますけどねまあ民主党の,あの政権があの。 ここいいつにしろみたたなこととでで命じられたとは思うんですけどだから本人的に自分で選んだっていうふうには思いませんけどね,ねまあ結果どうなることやらまだあの見えてませんけどまあそんなにカメラハリスに有利に、えー、動くのではないんじゃないかなっていうふうには思いますけどまあミネソタという州も 結構あのこの何年か問題を起こしてですね暴動が起きたりとか何かいろいろ騒がしい州ではありましたので、はい、そこの州の州知事なのでだからあのアメリカ的にそんなに人気があるとは思いませんけど、はいうん、まあでも結局選んだということで、はい、まあどちらかというと保守的。 まあ、あの共和党が結構保守的というふうに言われているあの政権なので、うん、そ,のそれに対抗するためにあの結構保守的な人を選んだのではないかというふうにも見られていますけど、はい、あちょっとバランスを取るためにそうバランスを取るためにちょっと保守的な人間を、えー、使おうじゃないかというところがありますけどね、うん、そう簡単にいくかどうか、はい、あ,あれか。 暴動はあは、のー、ジョージ・フロイドさんのがあったところですね<う>2020年にみんなそうだね、はい、その事件が警察官があのフロイドを殺したっていうふうになって大暴動が起きた、はい、あの州ですねあのブラック・ライブズまたあのそうそうまあかなり炎上するそ<う>盛り上がるきっかけとなったところ、ね、はいはいそこの州ですあれもなんかかなり古い話なね結構なんか昔の話 感じますけどそんなに古くないですよねでもね2020年だからうんまだもう4年5年もまだ経っていないっていうそんな状況ですけどそれが起きた週ですはいその当時平和的なデモ抗議デモが始まったものの一部のデモが暴動に発展そうで街に火がついちゃったりとかね大変なことになったええ そんんな時代ででしたけどティム・ワルツさんはは歳60ですね、はい兵隊もやっててまあでも特に兵隊の頃はどこか、えー、戦争に行ったわけでもないですね、うん、アフガニスタンとか、えー、イラク戦争とかなんかいろいろ起きてた時期だったんですけどどこにも確か行ったことはないんでしょうこの人は。 はいあでもあれですよ今調べてたら、あのー、このウォルツさんは娯楽用の対話の合法化を訴えていらっしゃったんですねあ,あそうなの、うん、で <laughs> 税収を生み出し雇用を増やしてミネソタの子どもたちを守り大人が個人の自由に基づいて個人的な決定を下せるようにすべきだと2017年に主張したあ,あそうなんですか。うんおう これ医療用を超えてはい、はい、娯楽用娯楽用ってええそうなんですかええ <laughs>、うん、それは知らなかったちょっ,ちょっと一気に好きになるんじゃないですかいやいやそんなことはダメですよこの男 <laughs> あこれもダメまあ民主党が嫌いだけど基本的に、うん、はいで 2022年にミネソタ州大麻管理局の設立を提案して2023年5月30日には娯楽用大麻を合法化する法案に証明したと。ああ、なるほどね。ええ。なるほど、うん。そういう意味ではなかなか将来を見る目はあるんじゃないですかどうなんでしょう。まあでも民主党ですからなありえないですよああないでしょうね。ねまあどちらかというと、あの。 あカマラ・ハリス以上に前話したあのトルシー・ギャバードっていうはい、はい、ハワイの、えー、知事がいましてですね彼女の方も、えー、彼女の方が、うんえー、タイ麻を合法にしようみたいなことを推している方ですけどね<あ>そっちの方うがよ,よっぽどいいあの大統領候補になるんじゃないかなというふうに思いますけど。はい、彼女もそうし、えー、してるんですね推しますねま だから他に推してる民主党なんていっぱいいますからね、うん、その中で一人だけですよええだから別に褒めるほどの存在ではないというふうに思います、まあ、はい。他にもいっぱいいますので,、うん、ですまあね日本も早くあのそういうふうにそういう動きになればいいと思いますけどね まあ日本はまだまだちょっと時間がかかりそうですけど。て、はいうん、思ってたらこの間なんかあの蛭、ー、川さんいらっしゃったじゃないですか。はい。意外になんかもうちょっと世界が加速すれば日本も変わるみたいな感じを言ってましたよね。そうですね。まああとは世の中がどう動くか <laughs> タイもねでに合法にしたりとかね、はい、してますからね。うん、はい 本日紹介するネイチャー間の商品は CBD グミ手軽に CBD を摂取できるグミタイプで毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができますジューシーで一口に高品質かつ THC0 の CBD オイルが配合されておりオイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ 1>, 1粒 10mg25mg の CBD オイルを含む2タイプがありご自身に合った摂取量でお選びくださいそして CBN オイルヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル ネイチャー間の 10%CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです専門家による抽出とろ過が行われ検出されないレベルの THC0.01% が保証されています体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し心理的機能へ働きかけることで効果が認められ 睡眠補助として世界中で使用されています毎日のニーズを満たす逸品としてぜひお試しください現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中ですセール商品にも併用可能です心身のリラックスやストレス緩和不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中 厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス詳細については下の概要欄をチェックしてください先週のオリンピック開会式の話をはいはいまあミニオンはいはピクサー制作制作はこれイルミネーションエンターテインメントっていうのなるほどまあアメリカで、はい、でモナリザモナリザはえイタリアはいはいえ最後の晩餐はイタリアレディー・ガガはアメリカ セリーヌ・ディオンはカナダ、はいえー、フランスは借り物が多いんじゃないでしょうか <laughs> その芸術の都とかわ割には、はいはい、自分たちの,その代表的なものが少なかった気がする。まあ,あのマリー・アントワネットの首切りですね。首とかねそれはありますけどほか <laughs>、はい、にはそんな今なんか人気のあるスターはいないんじゃない今フランスではどうなんでしょうか。 まあ言われてみればだからその他のね自分の国のものを甘んしてなかったってことが言いたかったんでしょうね。そうですねはい、うん、確かに、うん、まあこの間もなんか叩かれてましたけどねその演出家が、うん、あのー、なんか SNS で脅迫されたみたいなニュースもありましたけど、うん、あ,のあまりにもひどい演出だったのではい、はいはい、そういう。 のがチラッチラとニュースには出てましたよ、ね、た,叩か,れた叩かれたっていうんだからあまりにもなんか、うん、あのキリスト教徒をバカにしたっていうことで「お前を殺す」みたいな,なんか確かそういうような SNS が流れてたんじゃなかったでしたっけ、うん、インスタとかでそういうふうに言われたっていうのを聞きましたけど。一方選手団が船で、えー、川下りとか 規定の枠にとらわれない開会式中継はリアルタイムでは退屈せず楽しかったですとそうだね <laughs> 物議を醸した数々の演出は世界の反応を期待した面も大いにあったのではないでしょうかなるほど。後から知った棋士が手渡した五輪の旗を上下逆さまに掲げてしまうハプニングあそうなのもあったんだ <laughs>、ええ、どんなメッセージなのかが気になりますとはあう,うん オリンピックはイルミナティフリーメイソン悪魔崇拝の宗教行事ということを開き直って表現し始めたのではないでしょうかまあそういうのはあるよねうん、うん、開き直ってるかどうかは分かりませんけどガ,、はい、ガガは悪魔崇拝、えー、セリーヌ・ディオンはアドレノ・クロームの疑惑を持つ、えー、フランス人ではない人たちをわざわざ出演させたのもその理由ではないでしょうかまあその可能性もなきにしもあらずでしょうね、うん、はい。うん そんな中フリーメイソンって実際何をやってる人なんですかって,いっていうか <laughs> そういう組織で、はい、まあ裏でいろいろな政治とか、ね、あの商売何あのエコノミーを動かしてるっていうふうに言われてますけどただアメリカドルですら一郎札はねあの思いっきりあのフリーメイソンのシンボルか。 使われていますからね私も財布に持ってますけども、まあ、完全なこのピラミッドのねマークもフリーメイソンのマーク、うん、あとはですねどこだっけ「MASON」A S o N、っていうあのスペルも出てくるんですよこのマークの中から、うん、はいまあいろいろありますよ。 まあまあ、裏でそのお金を作ってるのもあのフリーメイソンですから、はい、当然なんか日本のお金もそこに絡んでくるっていうことですよ、はいまあ、左右されるとはいまあ世界の流れをじっているとまあ動かしてるっていう組織ですねはいちなみにこの T シャツは娘が作った T シャツです <laughs> 娘からこの間遊びに来た時にくれた T シャツですデイブさん復帰おめでとうございますとありがとうございます私は実は私も2年前の秋に脳梗塞になって多少の後遺症があるものの何、はい、とか仕事に復帰しましたとそうですかよかったですねデイブさんも無理なさらず待ってくださいと、はい、ありがとうございます、えー、また次回もよろしくお願いしますデイブでした